この三冠とはインターナショナルヘビー級、ユナイテッドナショナルヘビー級、TWF ヘビー級、3つのベルトが統一されたものであります。平成元年ジャンボ鶴田の手により統一されました。それから数えて三沢は第10代のチャンピオンということになります。膝をゆっくりと動かしております三沢光晴。さあ黄金のこの3本のチャンピオンベルト天高く掲げられました。本部席に返還されます。川田本日のメインイベント三冠ヘビー級選手権試合に本日一発勝負を行います。選手紹介です。ラウコーナー挑戦者260ポンド川田俊明。心の叫びが聞こえてきそうだ。川田俊明黄色いカムテープ。ブラガコーナー3冠ヘビー級選手権者255ポンド三沢王者の誇り、そして王者の香り、三沢光晴。さあ間もなく三冠統一ヘビー級選手権試合ゴングが打ち鳴らされます。超満員1万6000人日本武道館大会上半期全日マットの総決算ともいえるこの武道館大会メインイベント三冠戦であります。三冠戦においての三沢との対決は10ヶ月ぶり3度目ということになります。画面右川田と俊明、そして川田自身の三冠チャレンジはこれが5回目ということになります。打ち鳴らせ今ゴングだ。三沢コール、そして川田コールが起きました。さあいつファーストタッチをするのか、三沢 VS 川田俊明。31歳三沢、さあ組み合いました。対する川田俊明30歳、体勢を入れ替えました。さて放送席ジャイアント馬場さん、まずは両選手の表情をご覧になっていかがでしょう。そうですね、両者いつもと変わりませんけども、今日はね、2人とも悪いところはありませんよね、はい。まあ、確かに怪我はしてますけども、どこと言って、悪いところはないんですよね。多少の痛いと言ってるところはありますけども、はい、ですからそういう意味では非常にいい試合をするんじゃないかと思いますね。まさに序盤戦から上長発進、川田そして三沢光晴、どうでしょう馬場さん、ズバリお伺いしますが、川田が三沢を超えるためにこの試合必要とされるものは何なんでしょうかね。さあどうでしょうね、そのやっぱりねちょっと体力的に三沢の方が大きいんですよね。身長がありますからね、はい。まあ、今までに川田がその飛び道具というものはあんまり出さないんですよね、ですからその三沢の動きが速いですから、はい、それを警戒してなのか分かりませんけども、川田は非常に動きのいい選手ですから。スピンキック高投げに田中、はたまたこの強烈なる中で振り下ろすかのような凄まじいスピンキック。やはりどうでしょう、この川田は今日も、あ、ちょっと待ってください、バックドロップ、三沢が早くも大技炸裂。さあ川田が場外へスケープか、うつ伏せって寄ります。まともに食らってしまいました、岩石落とし。さあこれは早くもエマージェンシー非常事態となってしまうのか、川田と俊明豪快なるキックかかと蹴りを見せたまではよかったんですが、その後すぐにバックドロップ三沢光晴放ちました。さあ起きてまいりました。どうでしょう馬場さん、序盤戦からのバックドロップでしたが、
そうですね、まあ、これはね、まあ、受け身を僕ら見てましたね、はい、そう、川田もダメージは受けてないと思いますね。そうですか、はい、さあこちら川田俊明であります。そして三沢光晴、先日の札幌大会世界タッグ選手権試合40分と25秒の激闘死闘でありました。結果小橋健太が田上彰を抑えチャンピオン防衛という試合でありましたが、小橋さん、あの先日の札幌での世界タッグこと三沢川田はどうご覧になりましたか。非常にね、いつもとは変わりません。ほうほう、今日も変わりませんですからね、その何とも言えないんですよ。ただ川田はやっぱりチャンピオンカーニバルで優勝して非常に自信というものはつけたと思うんですね、はい、そういう点で、まあ不安も期待してますし、不安が期待をしているということはね、それが本人に分かるんですよ。なるほど、分かるとね、非常にその力が元気が出るというかね、その頑張りますよ、はい、頑張る力になるんですね、そのチャンピオンカーニバル、この日本武道館で4月16日優勝決定戦スティーブ・ウィリアムスをパワーボムで沈めました、まあ、チャンピオンカーニバル、三沢すら優勝していないそのカーニバル初優勝、偉業を成し遂げたこの川田俊明であります。しかしそのリーグ戦三沢は出場しておりませんでした。その三沢がおっとエプロンからさあ飛ぶか、帰りました。あスライディングキック、放送席目前、放送席目前、さあ今度こそエプロンサイドから飛びました。三沢が場外に飛びました。いやいや、飛んだとこを飛ぶのを川田が計算してましたよ、ちょうど放送席前、報道陣に囲まれて正確なその状況を把握することはできませんでしたが、川田からのカウンターのエルボーが三沢の頬のあたりにヒットしました。振った、返した、川田返します、ラリアット、さあ三沢が天を仰いでおります。そして川田はリングに戻っております。チャンピオンカーニバル初優勝の川田、しかしそのカーニバル公式リーグ戦に三沢は出場しておりませんでした。まあ、そういった意味合いにおいてもこの一戦非常に深い見どころ、切りどころがあると言えましょう。さあ今ようやく三沢が起きてまいりましたが、どうでしょう馬場さん、ダメージの塩梅は。いや、それはないとは言いませんけどもね、もうこのぐらいのことはいつも2人は頑張ってやってますからね。そうですね、ダメージと言われたらちょっと困るんですけども、はい、さあやや今劣勢この三沢光晴、三冠防衛の奇跡を簡単にお届けしましょう。92年の8月この日本武道館でスタン・ハンセンを下し第10代のチャンピオンになりました。そしてその年の10月川田に、そして93年の2月田上、5月がハンセン、そして7月再び川田、そして9月がウィリアムス、10月にハンセンと、これまで6連続防衛中であります。今宵この川田に勝ちますと V7 7回連続の防衛を記録することになります。そしてこの川田においては三冠チャレンジが今宵5回目、こと三沢との対決における三冠に限って言えば10ヶ月ぶり3度目ということになります。川田俊明です。まあ、川田もね、はい、チャンピオンカーニバルでウィリアムスを任した、昨年はねハンセンを任しているという実績がありますからね、はい、このそういう点ではその自信というものを持ってますよね。さあ川田俊明が三沢の背中にチョップを打ち込んでいきます。幾分呼吸は乱れているものの随分と優勢に試合を進めております川田俊明です。さあ足を抑え、そして自分の足で三沢光晴の後頭部のあたりをフィックスしております。まあこの三沢でありますが、先シリーズのチャンピオンカーニバルは怪我のため無念の戦線途中離脱ということになってしまいました。そしてこの期間中特別試合として行われました4月11日大阪におけますこの川田との一騎打ちシングルマッチ、あの時は30分の一本勝負だと
ということもあったんですが、時間切れの引き分けに終わっております。まあ、あの4月の大阪では三沢はちょっと体に不安があったんですが、それでもなんとか引き分けに持ち込んだ三沢。そしてあの試合、三沢が新技、いわゆるこのローリングしながらのプランチャーという新技を見せました。馬場さん、そういった意味でこの三沢というのは、このどんなに追い詰められてもこの何かひらめきがあるというか強さがありますね。そうですね、やっぱりひらめきがね、新しい技を呼びますからね。今強烈な顔面ヒットがありました。ちょっと鼻を押さえております。心配です。あっと、耳ですか、耳ですか、耳から流血です。耳から血が出ております。さあ、放送席前に転げ出てまいりました三沢光晴の左耳から血が出ております。これは心配です。三沢光晴、場外を今ゆっくり歩き、ダメージの回復を図っておりますが、ちょっと耳からの出血、心配な状況になってまいりました。さあ、三沢光晴、入るところをまた足毛にいたします。耳を狙っていきます、河原俊明。まあ、弱いところを狙っていくのは当然のことでありますが、さあ、そしてグランドでのスリーパー並びに同締めに持ち込みます、河原俊明です。まあ、三沢の耳もね、この湧いてますからね、固まってんですよね。ですから、蹴られれば血は出ますよね。ほうほうほう。そう心配することもと思いますがね、かえって血が出なくて青くなったりしてる方が怖いですからね。あ、なるほど。三冠統一ヘビー級選手権試合、一進一退の攻防の末、今グランドの状況ですが、10分を経過しております。田上明が見つめております。先日の札幌でのあの世界タッグ選手権試合が蘇ってまいります。正規軍のこの名優田上、どのような無言のエールを送っていたんでありましょうか。さあ、今度は川田をグランドに持ち込みました。ちょうど膝の裏側か横のあたりを蹴ってきたようであります、三沢光晴。さあ、今度は三沢が優勢に試合を進めたいところだ。さあ、ちょっと膝を痛めているだけに心配なこの川田俊明でありますが、その膝を狙っていきました。蹴っていきます。当然足を狙われれば川田が得意とする蹴りも見られないでしょう。豪快な技も踏ん張れないはずであります。さあ、逆肩エビ固めであります。さあ、大森がロープブレイクをエールを送っております。あ、この状況から蹴りを見舞いました。前回の三冠戦、93年の7月、あの一戦は三沢の投げっぱなしのあのジャーマンスープレックスホールド3連発がありました。最後は25分と35秒タイガースープレックスの前にこの川田が沈んでおります。そしてその前の年、92年の10月、旗揚げ20周年の記念興行、あの時の勝負タイムは29分と52秒あの時もタイガースープレックスでありました。さあ、足を取りました。集中的に狙っていきます、三沢光晴。さあ、肩はついておりません。老若男女、女性ファンからもこの三沢、あるいは川田への熱き声援が飛んでおります。日本武道館、起き上がりました。目元の汗を一つ拭いました三沢です。どうやら耳からの血はまだその赤いものは見られますが止まっているようであります。足を狙います。あーと、蹴った川田も、ヒップダウンです。かなり左足のダメージが大きいようであります。渋い表情、その足を狙っていきます。あー、膝へニードロップです。容赦のない非常なる攻めを見せてまいりました。
さあこらえております。蹴っていきます川田。こんなことでは沈むわけがありません。川田俊明、この94年チャンピオンカーニバルを優勝いたしました。しかしそのカーニバルにこの三沢の姿はありませんでした。確かに偉業は達成したこの川田俊明でありますが、この三冠戦に勝ってこそ真のチャンピオン、トップに君臨すると言えましょう。そしてすでにご存知の方も多いと思われますが、この三沢そして川田、足利工業大学附属高校のアマチュアレスリング部におけます1年先輩、三沢が1年先輩、そして1歳年上の三沢、その三沢の背中あるいは後ろ姿をじっと見続け、そして全日マットに入ってからもリングの上では文字通り後陣を拝してまいりました川田俊明であります。この、ね、1年先輩というのがね、はい、非常にその有利というかね、三沢が優位に立っているとこ精神的にね、まあ、反面その後輩に負けちゃみっともないという面もありますけどね、はい、そういうプレッシャーもね、はい、どうでしょう馬場さん、この世界で後輩が先輩を超えるためには力量云々ではないか、目に見えないものが必要とされるんではないでしょうかね。目に見えないものを必要としますかね、このやっぱり目に見えるものが必要でしょう。なるほど、やっぱ先輩を超えた、これはこれをやったら勝てるというもんがね。なるほど、それはもう歴然とした力の差ということでしょうね。そうですね、まあ、ですけどもね、この2人だとその力の差というのはそうそのないと思うんですね、ですからやっぱりあの川田ならクリー、はい、三沢ならエルボー、はい、どこで容赦なく、その行くかということでしょうね、さあ、あっという間に15分を経過しております。三冠統一ヘビー級選手権試合であります。徐々に熱波が日本武道館を包んでまいりました。この後どのような展開、そしてどのような結末を迎えるのか。思えば平成2年の5月の14日三沢がマスクを脱いだあの日、三沢が世界を目指したあの日、そのマスクに実際のその紐に手をかけたのはこの川田俊明でありました。あれから4年の年月が流れております。そうですね、はい、三沢がね、なんとここもどう、まあ、よく頑張ってここまで来ましたけども、やはり鶴田に勝ったというあの一戦がね、はい、三沢が本当に自信になったと思うんですね。そうですね、さあロープに振りました。三沢スピンキック、さああのマスクを脱いだ三沢、4年の年月、五冠王三沢を相手に、さあ勝利を手にすることができるのか川田俊明、あるいはこの後輩の猛チャージを一周することができるのかどうか。三沢三つある逆水平チョップだ。さあコーナーに振ったセカンドロープからの円錐切り。さあ川田今一瞬虚空を見上げました。何を思ったか、またコーナーに振ったエルボーダウンダウン川田ダウン、汗を拭い、そして髪に手をやりました。非常に重みのあるハードヒットの連続になってまいりました。ロープに振ったドロップキック、川田倒れない、ハイキック押し倒した、顔面押し倒し、一歩も引きません川田、ひるみません川田。この川田の心の叫びが聞こえてきそうであります。日本武道館、エルボー、あー顔面蹴り、顔面蹴り、今川田のハートに雷が落ちたか、顔面蹴りを見舞った三沢ダウン、三沢ダウン、さあ三沢の歓声、いや川田の歓声、ゴムとゴムだ。さあちょっと上半身ぐったり来てるか、あーこました、ツーカウントです、ツーカウントです。さあ三沢の表情はいかに、そして川田はさあ歯を食いしばった、さあ上げろ上げろと大森が指示を出している。ショルダースルーで返しました。さあ危ない、後ろからドロップキック、後ろからドロップキック、さあ川田プロレス飛行青年になってきた、何が飛び出すかわからない、
セカンドロープに登った、ニードロップ、円髄へのニードロップ。常にこの三沢の背中を見てきた、後陣を拝してきたこの川田に今未だかせないような熱き炎が燃えたぎっております。長宗大軍を離脱して1年と2ヶ月経ちました。そして正規軍を結成するも気持ちはいつも超三沢軍だったに違いありません。河野俊明、けさ切りチョップ、起き上がりこぼし式のけさ切りチョップでやります。さあこの一戦、タイトル、ベルトを超えた人間三沢と、そして人間河野俊明の戦いでもあるのです。超えるか越せるか河野俊明。さあこの一戦、もう間もなく20分を経とうとしておりますが、優勢に試合を進めております。ツーカウント、ツーカウント、先日の4月11日大阪におけます特別試合、あの一戦は30分フルタイムの引き分けでやりました。そして93年の7月は23、25分と35秒、最後はタイガースプレックスでした。さあ顔面蹴りだ、顔面蹴り、思わず顔を押さえた、あーサッカーボールキック。さあこのこれまで何度となく見つめてきたこの三沢の背中を見下ろし、さあ川田が抱えるか、あー茂にしました、三沢三沢。さあ三沢がタイガードライバーか、あるいはタイガースープレックスは大技を出すか。そして河野俊明、ストレッチプラムスピンキック、抑えた、あーキック、キック、間髪を入れずキックを放ちました。さあ今試合時間20分を経過しました。またそして三沢の耳から一筋の血が頬に流れていきました。今試合時間20分を経過した。三沢川田の初対決は昭和の58年3月30日、三沢が川田をわずか9分33秒で破りました。あれから11年と3ヶ月、常に三沢の後陣を拝してきたこの川田俊明、さあ捕まってしまった、さあ投げるか、あー川田が返した、バックに回った、バックに回った、タイガースプレックスが投げ返した、投げ返した、足を狙った、エルボーだ、エルボーだ、口を上げている、あーキック飛び蹴り、しかしブロック、ああすればこうする、ああくればこうやる、一瞬たりとも目が離せません。馬場さん、20分を経過してどうご覧になりますか。そうですね、まだね両者スタミナ持ってると思いますんでね、60分の一本勝負、時間は十分にあります。さあ一回いった、タイガードライバー見せた、大技で攻めていくしかないですね、両者ともにね、はい、さあ技へのこだわり、執念、怨念、情念が今炸裂する、オンダトップローダイビングボディープレース、ツーカウント、ツーカウント。さあ川田どうした、足利工業大学附属高校時代から常に常にお前は三沢の背中を見てきた、今超える時だ、超えることができるのか、これがチャンスだ、これがチャンスだ、今年取れなければ生涯無理かもしれないといったこの三冠戦、三沢相手にこの10ヶ月ぶり3回目のチャレンジ、3度目の正直を心に期してリングに上がってきたこの川田俊明、こんなことでへこたれるわけがありません。さあフェイスロックを狙っていく、フェイスロックを狙っていく三沢光晴。さあ川田が足を伸ばそうとしている、しかしサードロープに足はまだかからない、あとわずかだ、あとわずかだ、あと20センチで逃れることができる、ロープブレイク、ロープブレイク、さあ三沢の汗のかき方が激しくなってまいりました。今放送席前に出てまいりました両雄であります。さあ場外でどのような試合の駆け引きあるんでありましょうか。エルボーです。さあリングの中に戻りました。さあ三沢光晴、
6月18日32歳の誕生日を迎えます。登った登った登った頂上対決だよ。そうですね、目はしっかり見開いている川田俊明、額から落ちるのは汗の川、体を流れるのは勇気の川、時代が求めるのは魂の川だ。川田俊明、称えた心の叫び、心の叫びが聞こえてきそうだ。ラーハンパンチ、三沢ダウン、三沢ダウン。さあ最後はあのチャンピオンカーニバルでウィリアムズからスリーカウントを奪ったパワーボムで締めくくろうというのか。川田俊明踏ん張っている、あっかわしたエルボー、世界のエルボー。俺の肘は頑固だ。そして川田が返す、川田返す、エルボーで返していく。汗びっしょりだ、汗が目にしみるのか、ダメージがあるのか定かではありませんが、一つ返せば二を放つ。カウントを蹴り、川田走った、ラリアット、ラリアット。打った川田ももたれかかるようにダウン。三沢は目をしばたいております。しかし顔面蒼白、顔面蒼白。さあ三沢光晴、先に川田が立ち上がりました。さあすでに三沢は出した、デンジャラスバックドロップ、デンジャラスバックドロップ。第1球殺人岩石落とし、見せました見せました。川田チャンス、川田チャンス、今だ、超えろ、越せ、三沢超えなるか。94年6月3日今国風に叫んだ三沢が、いや川田が天に叫びました。奥川を駆け抜けた、パワーボードだ。数カウント数カウント、この青いマットに大海原に漂う両雄、あっという間に25分を経過いたしました。まさに昇天の館、すべてのものを吸い込む戦いの渦潮、日本武道館この四角いリング上、25分経過しております。さあ円錐切り、この三沢光晴も過去6回の防衛戦の勝負タイムを平均すると24分と54秒でありました。すでに25分を経過停止しております。大きな山場が訪れることでありましょう。さあ馬場さん、25分を経過してどうご覧になりますか。今こうやってね、円陣を打たれたり、はい、前から打たれ、後ろ前からも今蹴られましたね、ですけどもその時の三沢の受け身を見てましたね、そのやっぱりきちんと受け身は取ってますから、これで抑えられるってことはないよね。バッチリ回った、ジャーマン投げ捨て、ジャーマン投げ捨て、ジャーマン。思い出せるのは93年7月のあの一戦、三沢の投げっぱなしジャーマン3連発の前に、そして最後のタイガースープレックスの前に川田は屈したのであります。そして今宵は川田が三沢に投げっぱなしのジャーマンを思わずエスケープ。三沢ミサル、今ね、川田がよく投げました、よかったんですよ。やっぱり三沢がやっぱ外へ出ていきましたね、なるほど。ここはなんていうかまだ三沢の計算ができるところでしたね、この辺りが。さあ川田はここで中に入れてどんどん攻めていけばいいと思いますね、王者の風格か、川田にはないもの。いやそれはね、無意識ですよ、無意識に、なるほど。さあその場外エスケープの川田を、いや三沢を今川田が戻しました。さあどうなるこの試合、どんな結末が待っている。もうお客さんの歓声は聞き取ることができません。前日マットの全レスラーが今このエプロンサイドでこの一戦を見つめております。さあ悲壮なる決意を胸に出した、パワーボムだ。今日2回目カウント、チャンピオンカーニバルは制したものの世界タッグで敗れ、そして今宵この三冠戦に敗れると、この川田俊明、よもや敗れるようなことがあればこの下半期の同郷に大きな暗い影を落とすことになりましょう。しかしここはチャンピオンカーニバルを制ました、プライドと。さあそしてストレッチクラブに入ります川田俊明、
チャンピオンカーニバルを制した男が、チャンピオンカーニバル、いまだ優勝経験のない男にかける技、ストレッチプラム、ストレッチプラム。さあ、パンツを引きずり出して、さあ、今度は、いった、スタンディングのストレッチプラム、ストレッチプラム。さあ、馬場さん、かかり具合、どうですか？ああ、いいですね。いいですか？膝も今は逃げようがないでしょう。グラインドさせております。さあ和田恭平レフェリーが、そしてまだまだ三沢の表情を伺っております。報道カメラマンがここ一番ズームでこの三沢、あるいはカードのこの険しい表情を捉えようとしております。さあリングほぼ中央、ナイスなポジションであります。川田俊明、全員にショーゴールだ、全員にゴールだ。どうした日本武道館、いや川田ゴールだ、川田ゴールだ。ツーカウントです、ツーカウントです。さあ三沢満さるタイガースープレックスを見せました。そして川田俊明ストレッチプラムを見せました。デンジャラスバックを見せました。ならば今度は三沢満さる、あのタイガースープレックスへ移行するのか。これまで過去2回の対決沈めてきたあのタイガースープレックスが残されております。さあ先に起きたのは川田だ。焦点が幾分定まってないが、蹴り倒した、蹴り倒した。さあ川田と志明、心の叫び、たけり、今こそ叫べ。高校する30歳、プロレス非行青年、改めプロレス高校息子、立ち上がれ、三沢を起こすチャンス、目前だ、火を消すな、川田俊明、起きろ、先に起きろ。さあ、30分を経過いたしました。三沢もこれまでの過去の防衛戦では、いまだかしてありませんでした、未知の世界、30分を超えました。伸びました。レフト反応がリアクト、そして尻もみ式のランディング。30分を超しました。冒頭馬場さんが言っておりました。上背で約2センチ上回る三沢に肉体的に若干有利な面があるのではないかということ。馬場さん30分を超してどうでしょう。そうですね。いや、もうここまで来たらね、有利も不利も、ないですね。はい、まあ、有利のことはね、やっぱ大きい方が有利なんですけども。振り回った、投げ捨てジャーマンを今度は三沢が出すのか。おスピンエルボー、スピンエルボー、バックに回った、投げ捨てた、投げ捨てた、投げ捨てジャーマンスープレックスホールド。ここからのタイガースープレックスで7月の防衛戦をものにいたしました。 V7 7回連続防衛の大きな布石を打ちました三沢光晴。さあ腕を掴んだ、ぶっかけしているか川田俊明、どうした。これまでの十数年にわたる三沢との目に見えない戦いは何だったんだ。タイガースープレックス、タイガースープレックス、返した、返しました。タイガースープレックスを返した。ここからが未知の世界、ここからが川田にとっての未知の世界。これまで2度敗れていたあのタイガースープレックスを返しました。未開の地、未知の世界に両選手突入しております。30分を超える三冠防衛史上初の長い試合、そしてタイガースープレックスを返した川田、この後に待ち受けるものは一体何なのか、何なのか。さあバックに回った、トップロー握りました、バックに回った、バックに回った、エルボーで返した、手下げりチョップ、やったー、浴びせけり、浴びせけり、三沢の首根のあたりにチョップ、首のあたりにヒットしました。さあここ一番にしか見せることがない川田俊明の浴びせけりでやりました。そう、この浴びせけりでチャンピオンカーニバルを、チャンピオンカーニバルを制したのであります。お客さんの反応はゴムとゴムだ、ゴムとゴムだ、青い海原に漂う両雄。さあ、もう一回、もう一回だ、浴びせ蹴り2連発、浴びせ蹴り2連発、そして三沢が場外エスケープ。
馬場さん、ここが三沢のうまいところなんですね。いや今のはね、今のはもう体勢がそうでしたね。ですけど、まあ、外に行ったということは、三沢は救われたんじゃないですかね。なるほど。これは計算して外に出たのか、うん、もう勢いで出てしまったのか、これは分かりませんけどね。なるほど。さあ三沢光晴でやります。今胸を押さえております。そうです、浴びせ蹴りを2発連続食らったところでやります。さあ三沢光晴、三冠統一ヘビー級チャンピオン、並びに世界タッグチャンピオン、五冠王、第10代チャンピオン、三冠王、この三沢光晴が絶体絶命の窮地、崖っぷちに立たされております。今川田を見ながら一つ大きく息を吐いたこの川田の表情。エルボー、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 あー、ブロックした、ブロックした、ヘッドバット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 、鬼のような表情だ。蹴り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 、ダメ、ダメ、蹴り、ダメ、蹴り、俺は超えたい、三沢を超えたい、その思いが伝わるような、ガッペン蹴り、ガッペン蹴り、回転蹴り、回転蹴り、エルボー、回転蹴り、俺のエルボーは世界を制したんだ。さあ川田起き上がれ、川田起き上がれ、言わんばかりの三沢の表情であります。さあエルボーだ、上から下から、上から下から、上から下から、ぐらついた、ぐらついた、エルボー、エルボー、エルボー、スピン、エルボー、回転、エルボー、ぐさりと刺さった回転式のエルボー、大の字、大の字、川田俊明思い出せ、川田俊明思い出せ、気持ちはいつも超三沢軍だったはずだ。どうした、こんなことで沈んでいいのか。35分が経過いたしました。さあコーナー、いや、ロープに押し込みました。足を狙った、足を狙った、お前が蹴りなら、いや俺はエルボーがある、三沢。さあそして蹴った、浴びせ蹴り、これは不発であります、これは不発であります。エルボーダーン、川田ダウン、川田ダウン。さあ三沢が今タックルに力を入れている。さあ抱えるのか、今度こそタイガースープレックスか、あるいはタイガードライバーか、何を見せるか、はたまた新兵器を持ち込むのか。さあ抱えた、抱えた、殺人、殺人、タイガードライバー、カウントスリー、カウントスリー、新兵器、新兵器、殺人、タイガードライバー、三沢防衛、三沢防衛、川田の夢、川田の夢、ついていました、川田の夢、虚しくついていました。勝負タイム35分と50秒、なんという技だ。馬場さん、どう見ますか今の試合。そうですね、今のは三沢が外へ出て、やっぱり自分の勇気を養ってきましたね。今のどんな風に三沢が考えたのか分かりませんけども、川田が頭と首からどういう落ちましたね。勝ちたいという気持ち、超えたいという思い、そして何よりも自分に負けないという強い意志持って臨んだこの川田俊明、最後はこの三沢光晴の新兵器、殺人タイガードライバーの前に屈しました。三冠戦における三沢との対決、3度目の正直なりませんでした。川田の夢、ついえました。これにて V7 連続7回防衛を果たしました、三沢光晴であります。さあこれによりまして、馬場さん、この川田俊明は世界タッグも、チャレンジ失敗し、三冠も失敗し、この下半期は試練の半年となるんじゃないですか。そうですね、ですけども、まあ、今日この試合ですからね、もう一遍やったらまた分かんないんじゃないですかね。なるほど。まあですけども、川田がやっぱり三沢に未だに勝ったことがないと、一遍勝ったらね、もう本当に分かりませんよね、はい、やるたびにどっちが勝つか分からなくなりますね。それにしても三冠史上初の35分と50秒激闘、死闘でありました。これを制した三沢光晴、お客さん全員がスタンディングオベーション、熱き拍手を送っております。
V7 連続7回防衛成功、三沢ミサルに熱き三沢コールが送られております。熱波が武道館を襲いました。まさに召喚の頂点の山となりました。この戦いを吸い込む渦潮のようなこの熱いエネルギーが35分を超える激闘につながりました。そしてこちらが敗れた川田の主役であります。まだ起き上がることができません。その川田にも川田にも熱き歓声が送られております。さあそして三沢が寄り添いました。試合が終われば先輩と後輩今一言二言声をかけ